時刻は8時26分回ったところです。ゼロモーニング、この時間のお相手は佐藤真希です。さあ、それではこの方は戻れるならいつの時代に戻りたいでしょうか。おはようございます、諏訪ひろみさん。おはようございます、諏訪ひろみです。戻らなくていいタイプの諏訪ひろみです。今日もよろしくお願いします。今が充実してるっていう。そうですね、常に今が充実しているように頑張りたいです、うん。あの、反省はしたいけど後悔すると、うん、もう泥のように沼に落ちて、うん、あー助けてーってなるので、戻らなくていいタイプです。楽しい時もいっぱいありましたけど、うんうんうん、そこはそこでそれはそれなので、うん、ですごく戻ってみたいって思うのは自分の世界じゃなくて、あの、例えばエジプトにピラミッドを作ってるのをこうちょっとあの遠くから見てたりとか、あ、うん、さっきねメッセージでもね革命の時に行ってみたいとか、うん、巻き込まれちゃういやいや、ちょっと遠くからだから大丈夫。さっきもね、うん、人類が火を起こした瞬間を見てみたいとかね、 ありましたよ。そう、あのコロンブスが、うん、あのアメリカに行った時にちょっとそこの隣で見てたりとかありますね、うん、なるほどね、はい、私日本の歴史の中では平安時代が一番好きで、あ、だから今ちょうど大河ドラマでも平安時代やってるじゃないですか、うん、だから自分の時代じゃないけどそこに行ってみたいかな、うん、見てみたいかなっていうのはあります。あ、日本だとどうなんだろうな。戦国時代とかはちょっとなんかあの、あ、いいですっていう感じなんですけど、あ、そうだ、戦国、そうですね、私だったらやっぱり、うん、あの真田氏のこう誕生の真田町が生まれなので、うん、そこのところをこうあの自分の目で見たいですね。あ、いやいや、今こう言ってるけど、あ、そうだったのね正幸さんとか言ってみたいですねそう、今の経験値を持って、うん、で戻ってみたいっていうのはありますよね。そうですね、そう、やり直すだけだとなんかまた同じ結果になるから、そうなんかね、辛い時もうんだし楽しい時もうんだし、うん、そうだな、いっぱいありますね、うんうん、そうね皆さんいろいろとあるようですけれども ね、はい、はい、頑張れまこちゃんからもメッセージいただいてます。はい、まきさん、すわさん、そして三度の飯よりゼロモニーというリスナーの皆様、雨上がりの東京江東区より今日も元気におはようございました。おはようございました。ネットニュースの天気によると、うん、東京は月曜日に関しては8週連続で雨の朝を迎えたそうです確かにそうかもしれない、ね、今外見たら柵は晴れてるね。え、晴れてきました。そう、さっきね日が出てました。ありゃ、そうなの、だいぶ違うなと思いました。そうですね。で、メッセージテーマ、うん、戻れるならいつの時代ということですが、うん、もしも今の記憶や経験、知識など、うん、自分が持っているものを全てそのまま戻れるとしたら、うんうん、そうそう、経験値を持ったままね。そうだよね、経験値、うん、中学生もしくは高校生ぐらいの時代に戻りたいですねだいたいみんな同じよ ね、 そうなんですね。自分でもよく理由は分かりませんが、インスピレーションでなんとなくです。それから僕がこの会社へ入社した2005年、平成17年にくしくも YouTube が設立された年でもあるらしく、そう考えたら職場でサークルじゃありませんが YouTube 部活ねみたいなのを作って YouTube に便乗して波に乗っかりたかったです。まあでもコメントや DM から分かっているのですが、後押ししてくれるようなコアなファンがいるのも確かで、なかなか期待に応えられるような動画が上げられないんですが、僕自身これからもちょこちょこと動画を出していきたいと思っています。いただきました。そう、やっぱりさ、この今の記憶や経験、知識など持ってるものを全てそのまま持ったまま戻れるとしたらっていうね、これ前提条件ね。そうかもしれないねそう、前提条件ね、うん、でもそうすると先が見えてるっていうか、次何が起こるっていうのが分かっちゃってるから、もう恥ずかしくて嫌だとかね楽しいんだったらもうちょっとここ行けたんじゃないとかやっぱ思っちゃうかもね、うんうん、なるほど。なんか俯瞰して見れる自信がないな、自分の人生だと。ああ、なるほど ね、 あ、だからさっきみたいにちょっと離れたとか横で見てたいっていう、そう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 、あのこういうあの世界とか、うん、日本のそういうわーとか歴史が動いたみたいな時にね、そうそうそう、うんうんうん、ないかな。なるほどね、うんうん、はい、そうかそうか、今を生きるぞ私みたいなそうね、私なんかね、あの職場の会話で、うん、よく曜日を間違えていて、あ、いつもね次の日のことを言ってて、常に私明日を生きてる。うわーすごい、なんかいつも曜日が違ってて、あれ今日何曜日とか言って、違いますとか言われてで、なんかごめんごめん、いつも常に私明日を生きてたら、それいいな、あ、そう言っとこう今度、うん、それもらおう、 そう、常に明日を生きてます、はい、メッセージたくさんいただいてると思いますが、あと1分弱なので
どうかな、紹介できるのあります？そうですね、お一方行ってみたいと思います。キラキラ星ももさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ひろみちゃん、まきちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。雲の多い朝ですね。おはようございます。上田はそうだったね、朝そうだった。戻りたい時期は長男と長女が生まれた52年前です。おあの時の私は若くてしっかり育てなくてはと怖いママでした、しっかりママだったんだね、頑張ってたんだ ね、早くしなさいとか怒ってばかりだった気がします。褒めて育ててあげればよかったと今になって思います。なるほどね。ごめんね、私の息子娘。いやでも、そんなことないですよ。多分感謝してると思うよ。そうそうそう、いや怒られることも大事だから。そう、何があってもお母さんって大好きだし ね、そうですね。さあ残り5秒ほどですけれども、読み切れたというとこですね。よかった。毎週金曜日夕方4時からは週末エントランスノックノックレディオ、臼田亮がお送りする2時間半の生放送。金曜のおにはを通ってみんなで週末の扉をノックしよう。ノックノックレディオ。時刻は8時35分回ったところです。過去に戻りたいどころか常に明日を生きている佐藤真希と、常に今を生きている諏訪ひろみがお送りしてます。はい戻れるならいつの時代って言っておきながら、明日と今日を生きている。そう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 。いや私直近で戻れるんだったら、私実はね今ね、すっぴんなんですよ。そうですね気がついたら化粧してくるの忘れたんですね、今朝。忘れます？忘れた。そうか、ね、するつもりでいたんですよ、で気がついたんですけど、今してないってことに、はい、そんな私ですね。でもいいんです、もうごめんなさい真希さん、見苦しいものを見せてますけどなるほどね、まあ、大丈夫です。普段とそんなに変わらないですよ。わからないです。私誰だか分かんなくなっちゃうけどそんなことないです。私普段もあんまりここに来るときはそんなに ねナチュラルメイクだからね。そう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 、そう、私あれですよ、あれ佐藤真希どこ行ったみたいになっちゃう。そんなことあるんですねいや会ってみたいわそういうのあるんで、はい、さあさあメッセージいただいてますのでお願いします。はい、キラキラ帽子ももさんから生歌のリクエストもいただいてます。はい、はい、私のオリジナルの曲から時の流れにという曲をいただいております。今日時の記念日だからね。そうなんですよ。いいですね。これね実は耳で聞いてるとよくわからないんですけれども、時というのを時間の時の時ですね、それと季節の木をくっつけて時っていう風に自分で考えて、こう時の流れにって本当は時間の時だけだったんですけど、いや時の中には時と一緒に季節もくっつけたいという私の希望もあって、この字を入れさせてもらったんです。はい、後で歌っていきますので聞いてください。はい、続きましておたまじゃくじさん、ありがとうございます。ひろみさん、まけんな、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。庭の学校アジサイ、アジサイが咲き始めました。おいいですね、お庭に。いいですよね。戻れるならではなくて、今本当にいろいろなことを楽しんでます。いいですね、今生きてるね。素敵なお仲間がたくさんいます。いいですね、仲間と一緒に楽しい時が、ね、今が楽しいです。諏訪さんと一緒一緒、ね、いいですよね。はい、素敵な今を行きましょう。そして生歌リクエスト、ピックアップの部分楽しませていただいてます。はい、いつもねいただくリクエスト曲のいろんな部分をちょっと、ね、歌詞をどこ取るかね、はい、歌って、いるんですけどね、今日も楽しみに聞いていただければと思います。生歌リクエストは森高千里さんの来たよ雨、季節ですね、はい、よろしくお願いします、はい、ということでいただきました。いや本当にね、今年梅雨がちょっと遅くなる、遅れてるというかね、なんて言われてますけど、どうなんでしょうね。はい、気になるところです。もう一個いけるのかな。はい、ともくまさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まきさん、ひろみさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。番組冒頭でまきさん、長野は雨上がりと言っていましたが、埼玉は逆に雨降って湿気があってちょっと蒸し暑い朝です。そうなんですね、大丈夫かな。実は先週も先々週も月曜日早出出勤あって聞けなかったのですが、3週間ぶりに聞きながら出勤しています。ありがとうございます。蒸し暑さ吹き飛ばせ
間に合わないかな、うん、あと15秒ほどじゃあ、この後ね、時和館情報をお送りして、はい、でその後にまたメッセージをご紹介いただきましょう、はいはい、なのでもうちょっとお待ちください、はい、待っててね。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館。1年を通して季節の企画満載、地元東進地区限定お得なプランもあります。詳しくは時和館ホームページか電話 22-0516 まで。諏訪ひろみのシングソング、さあくだいな風に舞い上がる白髪の花諏訪ひろみのシングソング桜平、登山列車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館の提供でお送りします。それでは今日も時和館情報よろしくお願いします。はい、それでは私諏訪ひろみが小諸菱野温泉時和館の情報をお伝えしていきます。花岡社長、今日もありがとうございます。情報その1です。時和館の展望露天風呂雲の助の状況です、うん、平成蜘蛛の助デッキの解体が終了しました、はい、現在デッキはありません、うん、外来入浴は土曜日日曜日限定で蜘蛛の助内の内湯のみ入浴可用ですが可能ですが、うん、景色は見られません。あ、そうですよね、うん、ご宿泊のお客様土日以外でも入浴可能ですよ。うん、ただし6月20日以降は全ての入浴ができなくなります。おお、はい、こちら、蜘蛛の助8月には新しく誕生するとのことで、うん、ちょっと我慢ですね、うん、情報その2です。蜘蛛の助休業中のお得なプランです。はい、蜘蛛の助の工事期間中お得なプランを実施します。5月13日から現在実施中ですね、はい、7月31日までです。65歳以上のシニアプランです。2名一室で1名様が 13,700 円、3名一室1名様が 12,700 円、4名一室1名様が 11,700 円になってます。ということで4名様を募りまして、うん、65歳の皆さんぜひ利用してみてはいかがでしょうか。そうですね、はい、情報その3、蜘蛛の助の改装に伴いオープニングスタッフを募集中です。おこれすごい、うん、蜘蛛の助の改装に伴い、うん、すみません、オープニングスタッフを募集します。詳細は軽井沢ナビに掲載されていますので、うん、こちらをご確認くださいということで、ちょっと軽井沢ナビっていうのを、うんうん、ネットで検索して時和館のスタッフ募集のページを見てみたんですけど、はい、すっごい募集してるんですよ。業務拡大につきっていうね、うんうん、募集してるんです、うん、皆さんちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。そうですね、お仕事探してる方とかね、はい、はい、いろんなねお仕事がね、うん、あったような気がしますよ。以上が時和館からの情報でした。はい、ありがとうございました。そしてメッセージもたくさん来ているかと思いますのでね、いきたいと思いますが、はい、旧ツイッター X の方でもいただいております、はい、富山 37B さんからです。おはようございます。おはようございます。倉科翔さんが昨日新潟県の弥彦村でライブをしていたということで、うん、早く分かってれば行きたかった。ひとまず一昨日ぐらいに戻ってこれが分かれば昨日行ったと思いますなるほどね、うん、いい感じいい感じこういうのいいね、こういうのね、うんうん、そう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 、なるほどね。そして AKB と乗り物マニアさん、はい、学生時代に戻って適度に勉強、うん、で夢中に恋愛あいいですね。お父は自分の机ということね、隣の女子と机をぴったりつけるか、うん、隙間を開けるか大きな問題。
教科書を忘れて見せてもらうとき、女の子の机の高さが高いと文字が見えなかった思い出。あなんかね、いろいろとありますね。うん、なるほど。机が確かに隣の人とついていたっていうパターンと、うん、一人一人だったっていうのとありますね。そうですよね。確かにあるある。あふと思い出したのが、消しゴムのカスをどうしようか悩んだ思い出が今ふっと頭の中で出てきましたね。パパッとしてるか ね, ねそう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 、どっちにしてようかとかね。後でほらお掃除あるしってそうそう前に飛ばすか横に飛ばすか皆さんメッセージお願いしますともくまさんのメッセージ、続きがありますよ、はい、お願いします。はい、メッセージテーマですが、うん、自分は社会人になった頃に戻りたいです。なぜなら、うん、社会人になった頃自分お金にだらしなく、入った分貯金せず無駄遣いばかりしてたからです。何に使ったかは覚えていないんですが、うん、その頃からあまり無駄遣いせずに貯金すべきだったと今になって後悔しているの、うん、で社会人になった頃に戻り、うん、お金の管理しっかりしたいです。なるほどね。でもこれ何に使ったか覚えてないっていうのは、うん、やっぱ楽しく使えたからなんじゃないかなと思うんで、うん、それはそれでいいのかなとも思いますけど、うん、なるほどね。どうなんでしょうね、うんうん、今からでも遅くない。そう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 、しっかり勉強しましょう、うん、私社会人1年目の方がちゃんと貯めてたな私もそうですね。もう定期貯金が何なのかの、定期預金とか何なのか分からなくて、うん、銀行の方捕まえて教えてくださいって言って一から学んだ時が一番なんかこう真面目にやってましたね、うん、お金がたまったイエーイみたいな、ねうんうんはい、生歌のリクエストもいただいてます。ひろみさんへの生歌リクエスト曲、6月はジューンブライドと言われているので、うん、木村カエラさんのバタフライをお願いしますといただきました、はい、そうですよね、うん、ジューンブライドの季節ですよ ね, すね、うん、行ってみたいと思います。はい、そして、金曜日の男と山さんからもいただきました、はい、ありがとうございます。マキさん、マンデースバさん、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。戻れるならいつの時代、うん、真面目に答えると30代ですね。お、学生時代や20代はまだ若い、うん、自分的に30代ぐらいがちょうどよく、うん、一番楽しい時期だと思います。うん、なるほど。お二人はどうでしょう。分からなくもない、うんうん、20代も楽しいけどそうですね、うん、私でも30代の頃は、うん、自分と同じ30代の皆さんが今何をしているのかなってすごくなんかこう不安だった時の自分も覚えてますね。なんかいろいろじゃないですか、ほら結婚する人とか、うんうん、仕事頑張る人とか、うん、でみんな忙しいとちょっと疎遠になった時期があって、あなんか私こんなんで大丈夫みたいなところで、うんうんうん、こうみんなの動向を今何してるってこうすごく、うん、なんて言うんでしょう、こうなんて言うんですか、同じ世代の人とか友達とかに、うん、今どうしてるって連絡したことを思い出しましたね。そんな30代だったな、うんうんうん、はい、そしてマンデースバさん生歌リクエストということで、はい、時の記念日ということで去年もリクエストしたと思いますが、今年も新潟の NGT48 の青春時計、去年も歌った。多分ね今年去年よりも少し上手に歌えるんじゃないかと頑張りたいでもまたほら取り上げる歌詞の部分が違ったりすると、うん、でもね同じだと思う、うん、最初のねラップチックのところをやりたいんだけど、うん、また来年のためにいつか予習しておく来年も来てくるかなラップかわいいの、うん、毎年時の記念日の定番にさせていただきます。ということ で, いいです、ね、いただきました。ありがとうございます。よいしょ、もう一つ、うん、あれかな、うん、あれかな、うん、これで手元最後だよ。はい、いくよ、うん、影の実行部隊小諸市のファンファンライダー2号まだ60歳さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 FM 作大量を今お聞きのリスナーの皆さん、沢ひろみマンデーさん、マンデーマキさん、はい、はい、元気ですか。元気です。元気です。今週もよろしくおなっしゃー、お願いします。お願いします。やってきましたこのコーナー、クイズ形式生歌リクエスト。はい、なんだろう今日。ヒント、はい、地元小諸高校音楽科の出身だよ。え、その2、これね、うん、ファンファンさんに勉強させてもらってます私、うん、今週も知らなかった、うん、勉強になった、うん、TBS テレビザ・タイムでピアノ弾いちゃうよ。
クレヨンしんちゃんのモノマネが上手だよ。あれですよね、 SNS でバズった人かな、うん、あでもねちょっとね名前が分かんない、うん、で、うん、それは、うん、その人物なんですけれども、うん、曲は、うん、また違うんですよ。ああなんだその あれですね、今のクレヨンしんちゃんのモノマネでバズった方が小諸高校の音楽科出身ってことなんですね。そうそうそう。でその彼女が歌ってる曲っていうことなんです。じゃその曲を歌ってる本来の歌手の方が別に小諸高校出身ではないってことね。そう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 。あなるほど、はいはい、わかりました。で歌詞いきますね、はい、はーうっせーうっせーうっせーそれもタイトル言ってますよねあなたが思うより健康です。さてなんだ、タイトル言ってますよねうっせーわですよね。それなんか最近さヒントがもうなんか優しすぎないその前が難しかったからこれきっとファンファンさんのマキさんへの愛ですね、うん、そうか、はい、なんかヒントかどうかもよくわかんないヒントが続いてた時ありましたけどファンファンさんその後もうヒントの段階でとかわがままな里巻さんに向けてまたよろしくお願いしますもっともっとクイズっぽくお願いしますね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。まなまるさんって呼ばれてるんですって。そうなんだ、うんうんうん、ちょっと名前までは覚えてなかった、ね、でもねどの人かっていうのはちゃんとわかる、うんうん、私も見てきた、こう、うん、本名メモらなかったんですけど、うん、まなまるさんが歌うクレヨンしんちゃんのモノマネで、うん、アドさんのうっせーわキャー逃げろお名前なんちゃろんということでさっきからなんとなくねしんちゃんのモノマネを頑張ってたらしんちゃんが入ってたような気がする。私の喋りがちょっと途中あったかもしれないですけどじゃあそういう感じで今日歌ってくれるんですか、うん、ちょっと頑張りたいと思うんですけどいや私そんなに上手くないんですけど、はい、頑張りたいとは思います、はい、面白いね、いろんな、いやいや、いろんなリクエストが来ますねついにモノマネさせられるっていうねモノマネをしながらこの歌を歌うみたいな、うまくないぞっていう感じですよね、はい、ノリノリじゃないですか頑張ります。はい、はい、面白今日もまたねいろんなジャンルもう本当、うん、雨の時期のものから、ね、6月の、ね、うん、ブライダルシーズンから、はい、そしてクレヨンしんちゃんのモノマネさせられる諏訪さんどこまでも行きます、はい、じゃあどうします、そろそろ行けますか、うん、頑張ります、はい、じゃあ生歌のコーナーに行きましょうか、はいはい、ではよろしくお願いいたします。川の水辺に小鳥たちが羽を休めて愛を語る。夢の荷物を背負い今も叶わぬままのしるべ探してここにいる。いさそれでもいさそれでも群れにはぐれず明日飛び立てばいいさ。思い切り泣いて強く抱かれたいけれど今の私は遠すぎるあなたが雨は冷たいけど濡れていた愛の思い出も涙も流すから君はあれ？どうした？君は今近い愛する人のそばで幸せだよと微笑んでる。確かなその思いで鐘が響くよ。
バタフライ今日は今までのどんな時より素晴らしい赤い糸で結ばれてく光の輪の中へチクタクチクタク知らぬ間に時計は刻んでる輝きながら過ぎてく日々いつかこの日を思うのだろうかああ今叫びたくなる感情こそが青春正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやるうえいうせえうせえうせえはあなたが思うより健康です一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもねうえやりましたね大丈夫でしょうかこんなで本当に最後来たねありません最後に全てかけた感じで真ん中ちょっといろいろねありましたいやあのね練習してた時はもうちょっとみんな上手だったんですけどね、うんうん、最後にこう気がいってしまいましたいってましたね、うん、いや本当にねいろんな曲を歌わせていただくと最初のね出だしの音がちょっと、うん、あの戸惑いがあったりして思いっきりいけばよかったんですけど、ね、しかもほらあの、はい、サビだけじゃないじゃないですかピックアップするところが、うんそうなるとサビになればわかるんだけどサビの前とかこう盛り上がってくよみたいなところってどんなだっけみたいな、ね、そうなんですよでもね本当にいつも言うんだけどサビだけじゃちょっとつまんないじゃないですか、うん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 、やっぱりねサビ抜きも必要だしね、うん、まあピックアップしてるのは自分自身だしねそう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 よしここと思ってそうチャレンジあるのみ、うんうん、難しいからやめればいいのにまたここかよってお毎年ね森高さんのね、うん、歌いただくんですけど、うん、毎年あの歌い出しの音がうまく取れないんですよなのに毎年あそこ頑張るっていうね、うん、本当にねでもやっぱりほら名曲だからリクエストは来ちゃうんですよですよねそう雨の時期聞きたいもん、はい、いや本当にね素敵な曲ですよね、うんうん、でバタフライもちょっとあの出だしあのサビになれば大丈夫だったけどそうあそこから行きたかったんですよ、うんうん、ねそうそしたらなんかちょっとおやみたいになっちゃったね全くねはい、まあ、でもこうやってねあの生歌だからこそ起きることであって、うんはい、そう CD かけるだけだったらねそうそうそういくらでもできますけど皆さん笑って楽しんでやってくださいまた後々あれでしょ、はい、諏訪さんのサイト で、ね、はい YouTube でねで、はい、聞いて笑っていただければと思いますあここだここだみたいなねそうそうそうやってるよってまたここかとか言われたりそれもあるかも、うん、ちょっとねクレヨンしんちゃんがどんなだったとか自分でも復習をしたいと思いますあ結構いけてましたよ大丈夫でした、うん、わーいありがとういつもよりあの拍手長めにしましたモノマネ出ちゃおうかなみたいなねそしたらあれですよ今後もしかしたら今日みたいに、うん、誰々のモノマネでこの曲って来ちゃうかもしれないですよでもレパートリーが別に諏訪さんモノマネの人じゃないからそんなにあるわけでもねでも、うん、そうですねでも寄せて頑張るつもりではいますよねまあほらできなくても笑ってもらえればいいかなって、うん、すごいあの前向き発言が出ましたこれを聞いているリスナーの方はよしって思ってるかもしれないハードルは上げる伸び、うん、自分でめっちゃ上げてますそうそうそうハードル倒しそうになるようにねあのハードル高すぎたら下くぐればいいんですよあすごいマキさん今日たくさん知恵もらったぞっていうかこれなんか知恵っていうの、うん、ちょっとなんか悪知恵みたいな感じじゃないハードル高かったら下くぐればいいんですよってさあの超えてないしまあくぐれたらいいですよねそこ突っかえたらどうしようとか思いますけどねそうですね、うん、どうにかして隣走ったりいろいろねやりたいと思います残り時間もわずかとなりましたので、うん、それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい桜平グッドラックステーションゼロモーニングこの時間のお相手は佐藤真希と月曜日の諏訪ひろみでしたそれではまたバイバイ